ありがとうございます。そのような考えの中で、先ほど市長からお言葉ありました体育館の話もあったんですけども、ちょっと体育館については今私たちも議員間でいろいろ論じている部分もあるものですから、実はその話をちょっとしようかと思ったんですが、市長の方からいただいたものですから、実際体育館につきましてもそのような大規模の招致が書かれるんじゃなくて、先の連合の考え方で周辺都市で一緒にいろんな施設を使う、もちろん体育の施設もそうでしょうし、医療機関もそうでしょうし、すべてのものがそういった連携して、一つの連携中枢としてかできれば、さらに市の財政の使い方等々につきましても、もっと違う使い方ができるかなというような考えもありましたものですから、そんなことで1回目の質問の中にそれが入ったんですけど、それをちょっと私なくしたんですが、すみません、言い訳になって申し訳ございません。そういうことで、ぜひそういった連携中枢都市に関しても前向きにお考え願いたいと思います。次、2番、マイナンバー制度括弧1制度への対応丸1、使用時の情報漏洩防止です。これにつきまして、先ほど答弁ありました通り、一番心配してましたサーバーが、ネットと情報のサーバーが別ということが確認できましたので、これはそれで十分理解できましたので安心しました。実際だけど今回も本当にびっくりしましたけども、さらに東京商工会議所ですか、さらに会員の名簿が出てしまったとか、非常にサイバーアタックというのは次から次といろんな方法を考えて入ってくる。それにつきまして、過去ですが、パソコンの出始めの頃には、私たち民間の会社に勤めたときは、帰りはネットの裏のコードも抜いていけなんて話もあったぐらい、そんなぐらいなんか厳しい、非常に怖いような時代になってきましたので、ぜひこの情報漏洩につきましては、慎重に考えてもらいたいんですが、例えば先進国、いわゆる海外の番号先進国って言い方が正しいかどうか分かりませんけれども、そんなことで、そういった利用を制限する動きも出てきています。例えば韓国では、住民登録番号をパスポート取得からインターネットの本人確認まで幅広く利用していますと。で、不正アクセスによる番号の流出や盗用による被害が多発していますと。アメリカの方では、社会保障番号の不正取得による成りすまし犯罪の損害額が年間約500億ドル、約5兆円ですね、に上ったとの政府調査がありました。両国とも個人番号の収集や利用を制限する方向に政策を転換しました。また、イギリスの方では、労働党政権下で国民 ID 制度の導入を決めたが、市民の自由を損害する恐れがあるとして、保守党と自由民主党による連立政権の交代後に廃止を決めたということで、利用とリスクの間で判断が揺れているのが世界の現状です。ぜひマイナンバー制度法案には、個人情報保護のため、独立性の高い第三者機関による監視・監督や、漏洩に関わった行政職員への懲役刑を含む刑事罰の適用といった対策が盛り込まれておりますが、幅広い個人情報を国が一元管理すれば、プライバシーが丸裸になるとの日本弁護士連合会の指摘もうなずけるでございます。したがって、このような国家まで脅かされるサイバーアタックに対して、ぜひ庄司氏は情報漏洩防止対策につきましてはもっとさらに研究していただいて、進めていきたいと思います。これにつきましても、先ほどの答弁、それから昨日の答弁付きで理解いたしましたので、以上にします。この件につきましては以上にいたします。続きまして、マイナンバー制度の情報漏洩防止対策について、サイバーセキュリティセンターにつきましては、日本政府の内閣官房に2015年1月19日に設立した組織や民間のサイバーセキュリティセンターなどがあって、先ほどサイバーセキュリティセンターについては、周知は素晴らしい。セキュリティセンターと組んでいるというような話がありましたけれども、そういった状況においてですね、問題発生した時のマニュアル作りのようなものはできているようでしょう。対応マニュアルみたいな、はい、企画政策部長。マニュアルというお話でありますが、まだですね、このマイナンバーの関係はですね、前回もちょっとお話ししたんですが、まず番号を交付する
ためのですね、今準備を進めている段階ということが一点ございます。で、まあ、議員、その海外の状況もですね、お話をいただきまして、私も承知をしているわけなんですが、今回のこのシステムは、そこら辺をですね、審査をして、まあ、国の方も作っているということで、まあ、セキュリティ的にはですね、かなり高いもの、でなおかつ、一つの情報でですね、芋づる式に出てくるんではなくて、それぞれの情報は分散して持っていて、それをマイナンバーという形のシステムで吸い上げて、まあ、一つの形に見せるという、まあ、構成になっていますので、まずその部分ではですね、かなりセキュリティ度合いが高いというふうに私は考えております。で、まあ、マニュアル作りということでございますので、これいろいろございまして、まあ、行政側からですね、市民の皆さんにこう交付するというような段階のお話ももちろんございましょうし、今仕事を進めている中でですね、マイナンバーをどうやって使っていくのかと、まあ、そういうところは今各課でですね、研究をしておりますので、その際にですね、必要ということになれば、早急にそういう対応を取ってですね、進めていきたいというふうに考えております。8番議員。はい、ぜひ市民の大切な情報ですので、大切に、保管、カバーできるようにお願いいたします。それでは続きまして、3の地域ブランド化推進事業につきまして、地理的表示保護制度事業について、ちょっともう一回質問させてもらいますが、塩尻市はこの GI マークについてはまだ取得してないという私の捉え方でよろしいでしょうか。農林業再生担当部長。はい、GI マークはこの6月でスタートしたということで、全国的には19の申請があったということでございますが、本市といたしましてはその中には含まれていないいませんので、よろしくお願いいたします。八番議員。はい、議長。はい、ぜひ庄司市もそういった地理的産品の宝庫でございますので、ぜひ民間からそのような話が上ってきたり、あるいは JA と協力してですね、地理的産品の保護ということで前向きに進めてもらいたいんですが、ちょっとこんな面白い話がありましたので、ちょっと私が紹介しながら、皆さんの考えを聞きたいんですが、山梨県の北杜市に NPO 法人、笑顔をつなげてという代表がありまして、その理事がこんなことを言ってまして、日本の田舎は宝の山ですと、山梨県北杜市で JA も撤退してしまった典型的な限界集落である増富地区は、耕作放棄地が山ほどあったと。十数年前に1000人以上の都会のボランティアで開墾して3ヘクタールの農地がよみがえった。20年以上放置されていた棚田も大手不動産企業との共同プロジェクトで開墾し復活したと。その不動産会社のマンション住民を対象に農業体験などをしたというような観光も広がっていった。そしてその間伐材を使ってその大手不動産企業の 2x4 住宅の建材にしている。まさに少子も今 FPOWER プロジェクトを進めておりますが、そのような、山のお宝を使って、産業活性化しているというようなことで、この日本の田舎は宝の山というところにちょっとピンとなりまして、掘り起こせば10兆円産業になるなんて言っている、代表者でしたが、こういった地方創生の戦略づくりとしてこの GI マークを活用してブランド化推進事業をしていきたいと思いますが、先ほどの答弁いただきましたが、もう一度伺いますが、正直これについては前向きに考えていただけるということでよろしいでしょうか。はい、農林業再生担当部長。はい、国のお話ではですね、大規模でなくても良いと、いわゆる地域の産地としての価値がその地域全体に広がっていくような、そういったものならよろしいということでございますので、本市の中にそのような地域産品がありますかどうか、先ほど申し上げましたとおり、JA としっかり研究をしながらですね、進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、以上。8番議員。はい、わかりました。それでは続きまして、4番の子育てしたくなる町日本一塩尻市について、母子家庭と父子家庭についての質問をさせていただきます。子どもの貧困問題につきましては世界的な大問題なんですけれども、貧困の危機について国連が決めた基準がありまして、
1日1ドル25セント1日使えるという線を一つの目安にして貧困飢餓のラインを国連はミレニアム開発目標の中で決めておりますが、それを 50% 以下にしようという目標がありました。でその対策に食べ残しや無駄をなくす魚の取り過ぎなどをやめるなどありましたが、目標達成には難しいとの声も出ていました。子どもの貧困対策推進法に基づき政府は基本方針である大綱を7月中に閣議決定いたします。大綱には給付型奨学金の創設、目指すことや学習支援の充実、教育福祉面の支援を進めるスクールソーシャルワーカーの拡充などが盛り込まれております。このようなことはすでに庄司市はすでに進めていらっしゃるということも聞いておりますが、それにつきましてご答弁いただけるものがありましたらよろしくお願いします。子ども教育部長。はい、まず給付型奨学資金の創設の関係でございます。これについて本市の場合、昭和49年に大野田市から寄付をいただきまして、大野田育英基金を創設しまして、この時は大学生を対象にしまして給付型の奨学金制度を開始しております。続きまして平成3年には井上氏から寄付をいただきまして、新たに高校生にこれも給付型の奨学金制度を開始しておりまして、で平成9年まで給付型の奨学金制度を運用してきたわけですけれども、資金が目減りするとがございまして、平成10年から給付型から現行の貸与制度のふうに変わっております。で平成24年の4月に制度改正を行っておりまして、一部償還免除制度の導入というものをしておりまして、なおかつ償還期間を貸与期間の2倍から3倍にするというようなことで経済的負担を軽減し、利用しやすい奨学金制度という形で充実を図っております。続きましてスクールソーシャルワーカーの拡大ということでございますけれども、現在中心教育事務所に2名の、スクールソーシャルワーカーが、配置されております。これは社会福祉制度に関する知識を生かしまして、行政や関係機関に働きかけて地域でのサポート体制を作るというものでございますけれども、このほかに本市では、学校スーパーバイザー、子供親の心の相談員を、採用しまして、児童生徒保護者教職員への訪問相談、支援活動を行っております。あと、県の関係では、スクールカウンセラーということで、2名を、配置していただきまして、本市にスクールカウンセラー2名が、派遣されているわけですけれども、家庭支援課を含めまして、個別の問題課題等がございますけれども、連携して、支援体制が整備されていますので、この連携強化を図っていきたいというふうに考えております。以上です。8番議員。